はい、どうも、ゴキくんです、ロードというコッパーやってきます。すげえ、116ピンって。てかあれやな、50ピンとかでしょ、これ現地、なんかサーバー違うな。どこやろ、アジアサーバーとかかな。まあ、日本もアジアっちゃアジアじゃないけど。運河はさっきやったから運河以外にしてくれ。よしよし。なーにーかーな。2階からとはやっぱ日本じゃないな。なんか2階はね、4時間はこもれないみたいなあれで、最近はプロリーグとかでも全然ピックされないですからね。爆弾を確保しろ。下から入るな。あ、おかえりっす。
戻りました。ただいます。配信は開きっぱなしな。オッケーオッケー。うん。マジ。敵部隊が爆弾を発見。守れ。FPS 下がるんじゃ。こちらの勝利だ。敵は敗者だ。しかもここね、日本サーバーじゃないっていう。マジ。ほら、48ピンやでわし。確かに。何しましょうかね。マイマイしようか。マイマイなんか割と俺好きなんよね。あ、確かに結構使ってる印象あるね。なんか何しよっても許される感はないマイマイって。エリアを確保し爆弾を守れ。なんかまあ俺の勝手なイメージかもしれんけど、ワマイは割と適当にフラフラしようって怒られるイメージ。決め打ち大丈夫か。決め打ち大丈夫か。ここやぞ決め打ち。当たってないとかより上じゃなくて全部壁に刺さっとったしさ。まだなんかこの辺撃っとるならマーシもこの辺撃っとったからな。やめて大丈夫か。敵部隊が爆弾を発見。交戦に備えろ。まあ今後、まあちょっと伸びしろがあるからやから。伸びしろですね。やってくれることを信じて。これこんな。よ。ここだけ開けとこう。外にいる。スモークさん限界ポジにいますね。外よくな。あ、こっちもおる。いや。でもそれでもと言い続けろ。え、入ってるくないあれな。なんか青いもんチラチラしてる。ずっと気になっとったよな。なんとなく俺エイムがさ右下に向いとった。わかる。あ、わかるわかる。なんか俺多分おるんかなと思いながらこうさ右にずっと向いとった。やっぱあれ敵あったよな。いや、あんなところになんかもだったっけと思って。でなんかあの青かったからなんかあれと思ってさ、ちょっと右下向いとったんやけど、なんかあんまり自信を持って決めしたかできんかったんやけど。まああの辺花瓶とかなんかあったよな。緑やったっけ。あ、どうやろうな。なんか机が茶色のイメージしかないから、なんかそんな詳しい色まではそのスモークいるか。おらんでそこ。あ、おったわ。ごめん。超ロングで張っとったやな。じゃ足音とかせんかったからずっと覗いとったやろな。ゆっくり大丈夫。バックが裏入ってますね。裏誰かおった気がするんやけどな。こいつか。
嫌な勝負しとんな。あ、泥見始めたね。今シグナルオッケー、足元に。あ、バレた。それはもうそれはお互いにどうかと思うよ。なんか降った音したね。そこ降っとるくない？エポ。あし。部屋の中おるよな、これ。敵部隊を排除。ミッション成功だ。これ。またこいつオブジェクトね。ややこしいねんな。もっと分かりやすい。紛れて、うん、紫のなんか服とか着てほしい。特殊部隊とは。でもそんなこと言ってさ、全員迷彩服着てさ、ほなってなんか広大なフィールド打ち合ってくれとか言ったらクソゲーやで。なんか動いた瞬間そこを決め打つみたいな、なんかそういうゲームね。決め打ちゲーや。まあ確かにそれ FPS としてどうなんやっていう話ではあるわな。ある意味面白いかもしれんけどな。ある意味そこまでリアルは求めてない。ガサガサっととかしんけど、そこを全力で全員が撃つみたいな。ドローンがここから入ってこんってことは NW 脇おらんな。ってことはリスキリって無駄やな。ここのリスキル好きじゃないけどな、俺。湧いてるね。うん、ここって結構正面勝負やからさ。あー、左走ってった。あと、後ろが怖い。あー。え、やら走ってったとこじゃないけどな。どうしたんで、やらは何を撃っちゃう。もしくは上から撃てた。あ、これ開け落としとった。見えんやん。ここ通るん怖いな。あ、補強されてるし。帰り道が。これ爆弾あれか、一回か。マガジンを交換する。ここにおるね、ジェミニの民が。あ、ラペオンした、怖っ。あっちか、ここや。うん、いらっしゃーい。びっくりして、行ってねここってどうだ、1階の爆弾と上下の爆弾あるよ。弱いとかあれな、あの上下の方弱い。上下をちゃんと研究してるチームは上下の方が強い。ほんまは上下の方が強いけど、みんな上下守り方分かってないから1階の方が強い、うん、てかなんなら今1階2階より強い。2階ね、あの、うん、このウエスト窓からガンガン車線通して、 N 側からガンガン車線通して、もうこの中にいられませんみたいなのが最近の流行りやね。だからなんなら今は1階が まあ、1番とは言わんけど1階が強い、うん、まあ、地下もね、あの割と上から鉄骨化されてとか流行ってるから。ああ、まあね、鉄骨化できるもんね。そう、あんまりみたいな。今なんか一番強い。あ、なんかおる。ここ敵オペレーターが1人残っている。いいんすかこれ、ストレート勝ちっす。どうしましょうか。どうしよう、敵の方にポイント取られてもうた。敵部隊を排除、はい、ミッション成功。
どうしようかね。こっから負けるの厳しいよな。でもまあ Y さんもね、俺の画面見てるから分かってると思うけど、そんなに俺さ、いい立ち回りしただけでも、いいキル取っただけでもなくない？なんか、行ったらおったわみたいなのが多くない？まあ、さっきのは確かにそうやね。うん。さっきのはそうやった。とか、なんか、ダペ突入音しよるから走ってったらおったとかさ。うん。だからそんなに、そんなに頑張ってないんだよ、俺の中では。ダペ音はまあ分かるもんな。あれはとつちゃんとクリアリングせずに突ってきたやつが、まあ俺もたまにするけどさ。俺ちゃんとはその分かってるから、ダペでは最難。あの、ダペは一番弱いと分かってるから、クリアリングせずに入るパターンの場合ね。ちゃんと見て入るんやったらいいと思うけど、クリアリングせんと入るパターンやったら、ダペは一番弱いから。俺は基本的にダペでは入らない。パルスがおるってことは1階から突き合いやりますね、これ。爆弾を発見した。移動して爆弾を解除しろ。まあ、クレーム置くやん。で、食べて、とりあえずワンパンチやろ。で、上まで登りきって。ほっ。まあ何もらうわな、さすがに。まあ確かに遠隔ハードブリーチャー増えてきたから、ガンガン車線開けれるんやな。そう、エースでここの壁開けて、でこっちなんかラペットいてみたいな。で下の飛び出しも一人見とって、の3人組でも攻めれるっていう。進化したもんやな、攻め方も。逃してあげたか。お、いいね、いいキルしたよ、意味。あ、おお。画面から切り替わった瞬間、敵見えたな。見えた瞬間にやられましたね。俺ね、ガチでするときはね、このテラスからいつも攻める。ああ。S で湧いて、ここラペって、テラスのとこを窓ラペしとったら、ウエストの中全部見える。はいはいはい。カメラが壊れてるけど、バグアイだと思うな。かわいいね。怖がっておりますね。かわいい、ね。あ。はい、もう帰るぞ。あーっと、二人来てましたね。そして、ハゲが出てきた方向へ。どうする？飛び降りるか？飛び降りしか？ああ。飛び降りて死ぬかと思った。まあ真下でパラソルね、ほらカッチャンカッチャンとする。相手も謎やろな、なんかようわからんとこで棒立ちしても。あ、あ、あいつの画面見してあげてほしかったな、せっかくなら。うん、まあ、いつかやるやろうなと思ってはいたけど。いや俺だって最初あそこ登るとき、あ、飛び降りしか、飛び降りしかって。下ですね。あら、明日水道管破裂にご注意くださいって書いて。今日冷え込むか。今日の夜冷えるっぽいっすね。気ぃつけたな。あの、市役所のツイッターがつぶやいてる。あ、バルいますね。ドローンが爆
ポイントはいただいたぜ。さっきの子どの子やっけ、これか。突入10秒前。いいシーンやったな今の。行け、先に死ね。大丈夫かそれ、解除でビリビリしてるの。席ができるってことはカイドじゃなくてバンディットがおるね。うん、でもバンディットは体でやらないかんから、あそこのここ開けたら基本的に持ち席できんくない。まあ下がるわな。うん、まあ俺はいつもあれやけどな、あの体で止めるけど。肉体を持って止めると、いつも俺持ち席しよったらな、横開けられてな、でも俺構わず持ち席してな、いつもそれで死ぬ。ドローン回すめんどくさいんご。回したくないんごね、本当は。今さ、明らかに俺が見よっとったよな。ここでドローン回しとったから。要はあいつ許したよな。カメラ見てるのは知ってましたよ。怖っ。わ、ここも謎部屋まで補強してる、強いな。上から攻められるの怖かった、だいぶ怖かったね。したくないよな。ああ。勝ちたくないよなって言いながら二人殺してるから。振り向いたらっておったやもん。俺最初あの中央階のやつさ、まあ降りて、うん、まあ、目の前で死んどったからカバーしとかんかったらチャットで文句言われそうやなって殺すやん。で後ろ振り向くやん、おるやん。もうここずっと行った行きたいしょんな。反復横跳びずっとやってんな。な。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。